明けましておめでとうございます。土井チャンネルです。今年もよろしくお願いいたします。今回の動画は2023年の私のスケジュールご紹介と韓国から買ってきたプレゼント企画になります。では今日もよろしくお願いいたします。今回はこの表を使って私のスケジュールをご紹介いたします。この表はトレーナーさんにアドバイスいただきながら作成したもので、年間スケジュール、週間スケジュール、そして通年を通して取り組むことの3つで構成しております。ではまず年間スケジュールからご紹介いたします。今年は全部で6つの大会に出場します。このうち5月の大会は韓国で開催される国際大会、初の試みです。その他は昨年通りなのですが、全日本シニアが今年は11月上旬になるそうで、なのでできれば11月下旬にもう一つぐらい大会を入れて、でそこで2023年を締めくくりたいなっていう思いになってます。次に年間の練習スケジュールです。大会に照準を合わせて、遠いところから準備期から始めて、主要な大会が多くなる夏前から移行期、そして夏から11月までの期間を大会期としました。12月はコンディションを整えるための回復期として1年を締めくくります。トレーニングはトレーナーさんにお聞きしながら体作りを11月ピークになるよう持っていきます。練習はこんな感じです。冬から春にかけて徐々に実践に近づけていく感じで、夏からの大会期は実践ベースで基礎をちょいちょいやって調整していくみたいな感じです。次に週間スケジュールです。1週間も年間同様に各曜日で周期分けして取り組んでいきます。火曜日から始めて徐々に慣らしていき、土曜日にピークに持っていって日月に休むイメージになります。曜日の横に書いているアルファベットは、土曜日ならチェックの C、 月曜日が改善と計画の A と P、 そして火曜日から金曜日までがするの D、 それぞれ曜日の役割を記載しております。次にトレーニングです。トレーニングはトレーナーさんからいただいたメニューをこなしていく感じです。ピークの土曜日に向けて徐々にトレーニングの量が落ちていく感じになります。そして練習内容です。練習会場に集まったメンバーでその都度練習内容が決まっていくので、結構ここは大まかに考えてやってます。最後に通年を通しての取り組みになります。これは去年1年間振り返って見つかった課題の中から、常に心がけようというものをピックアップしております。この中から今年新たに始めることというと、ダブルスをやること、そして戦術、対戦相手との駆け引きを日常生活からというところになります。昨年はシングルス専門でっていう考えと、ダブルスが苦手という思いから、おそらく1年で指で数える程度ぐらいしかダブルスのゲームやらなかったんですけれども、あえて今年はダブルスにも励みます。違う視点からシングルスの補強につなげていこうと思っております。そして戦術磨きのためにプレー以外で始めていくのがゲームです。戦術、対戦相手との駆け引きを日常生活からということで、コート外でのことになります。正月明けからスマホアプリで将棋を始めました。そして昨日はボードゲーム会っていうのをネットで見つけて、そこに初参加させてもらいました。これが本当とっても勉強になったので、これからもタイミングがあればぜひ参加したいと思っております。ということで、以上が2023年の土井のバドミントンスケジュールです。今回は見やすいように Excel でご紹介しましたが、実際はノートを使って年間、月間、週間のスケジュールを管理していく流れです。あ、すいません。お伝えし忘れているところがありました。年間スケジュールの活動。ここは自分のプレイヤー活動以外の活動で不定期的なものを記載しております。大会が遠い1月や3月、大会期が終わった12月にプレイヤー以外の活動を当て込んでます。さて、この中で今年は釜山交流が年間3回ということで、これから韓国を行ったり来たりする予定です。ということで、ここからが、韓国に行くという流れでプレゼント企画のご案内になります。はい、ではプレゼント品はこの2つです。韓国で買ってきた、ビクターのユニフォームと T シャツになります。ただ少し誤算があったのが、
プサンにビクターの専門店があるってネットで情報を得て行ったんですけれども、実際にお店の社長さんに話聞くと、現在ビクターショップはやってないということで、なんかコロナの影響でビクターショップは業態を変えて、今はなんか自前でバドミントンコートを作ってレッスンを中心にしているっていう話で、で今回お土産にこの購入したこれ2つは、そのショップの在庫の処分品ということになってまして、本当はいろいろある中からいろいろこう選んで、韓国の限定のものとか日本にないものとか、なんか新商品のものとかあればよかったんですけど、なくってなんとか選べて、あったのがこれって感じになります。で、これサイズが、レディースは、レディース、それユニフォームは、レディースサイズの S。そして、こっちが、LXL サイズになってます。これユニのサイズです。で、こっちの XL サイズの T シャツなんですけれども、さっき自分が持ってる XL の T シャツと比べると若干小さめになってるので、もしかしたら L サイズとかいつも着てる人でもいけるかなと思います。で、今回もこのプレゼント品の申し込みは、概要欄に貼ってる、この動画の概要欄に貼ってる、リンクからの、申し込みになっていきます。で、今回その申し込みには、キーワードを入れる必要があるということで、そのキーワードを今からお伝えします。はい。で、今から、キーワードです。それは、韓国の釜山、年末に行ってきた釜山でずっと滞在してきた場所になる、グァンアンリ。広い、安い、里、まあ、広い、安心する里と書いて、ご案内です。なので、キーワードには漢字3つで、広い、安心、里、ご案内を記入してください。プレゼントの当選につきましては、今回は抽選ではなく、申し込みを10番目にした方のプレゼント当選とさせていただきます。前回のプレゼント企画の時を見ると、おそらくそんなに申し込みが多くないかなというふうに予想されるので、まあのんびり申し込みしてみてください。当選は、当選した方にのみメールでご連絡差し上げます。あらかじめご了承ください。最後に YouTube のことを少しお話ししたいと思います。よくいただく質問に、収益はどのぐらい上がってますかって言われることがあるんですけれども、このチャンネル、まだ実は有料化されておりません。でも有料化することは一つの目標になってます。というのも、YouTube チャンネルが有料化できたら、その収益を渡航費に当てて、海外のマスターズ大会にチャレンジしたいと思ってます。マスターズ大会というのは35歳以上の年代別の大会になります。で、今年はたまたま近場の韓国だったので、なんとか費用を工面できそうなんですけれども、2024年は2つ海外のマスターズ大会があって、場所が一つはアメリカ、そしてもう一つが、クック諸島って言って、なんかオーストラリアがあって、そのこっち向き、ニュージーランドのさらにこっち側みたいなところの国で、だいぶ費用面がかかりそうな感じです。で、有料化にはチャンネル登録1000人以上と、総再生時間4000時間っていうのが必要になってきます。なので、このチャンネルが少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、グッドボタン押していただけると非常にありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、新年一発目の動画はここまでになります。また来週から練習の動画上げていきますので、ぜひご視聴ください。それでは今回以上になります。どうもありがとうございました。